こんばんは、ザリガルです。ということで今回ね、韓国のプサンというところに3泊4日で行ってまいりましたので、 Vlog という形で残していこうと思います。成田空港のね、第3ターミナルっていうようわからんところ、本当に第1ターミナルと第2ターミナル豪華なのに、第3ターミナルだけ見てごらん、質素でしょう。まるで僕の実家みたいに質素ですね。ということで今回はね、あの小学校の頃の同級生と行ってきたんですよ。なんか小学校の時はそこまで仲良くなかったんだけど、この年になって小学校の頃のなんか3人組みたいなものが出来上がりました。なんか珍しいよね、27歳になって新しい友達が2人増えるみたいな感覚でね変ですね。で今回はこれなんだっけな、なんかようわからん格安飛行機で行ってまいりました。これなんだっけ、ジェジュエアっていう、なんか往復で3万円くらい、安いよね。あ、これ違う、ジェットスターじゃないです。この手前のジェジュエアね、ほら見て、この格安っぷりなんか飛行機に入るまでってさ、もっと豪華じゃん。見てこの格安っぷり、え、35度の暑い中歩かされた、エコノミーですねこれが。あ、そしてこのね、飛行機の中のこういう読み物大好きなんだけど、全部韓国語なのよ。何から何まで英語すらないし、日本語なんか当然なくて、もう何が楽しいのか全然わかんない。何の商品、あ、はい、ごゆっくりどうぞ、ごゆっくりどうぞ。何だこいつ。あ、このね、離陸するシーン好きなんだよね。飛行機乗ったことある人わかると思うんだけどさ、ジェットコースターみたいな感じでふわってなるじゃん。俺ジェットコースター好きだから、ああ上がった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 、ああ上がりましたね、ああすごい楽しそう、もう一回乗りたい。飛行機のこのふわを味わうためだけにもう一回行きたいですね。こんにちは、ザリガルです。ああ、この奥のいかついやつのね、お友達ですね。いかつい友達。はい。これなんで俺動画に残したんだろうね、このシーン。謎だね、バッグ受け取るだけなのにね、バッグ受け取りました。そして、プサンに到着しました。このなんかキラキラした建物の絵はね、いつか行きたいところなんだよね、カジノのところ。そしてこれ見て、プサン、ずっとパピプペポのプで呼んでたんだけどさ、ブラシよ、ブサン。ブサンだったっていうことに気づきました、ザリガニです。そしてこれ、あ、これ、もうホテル着いちゃった。早っ。ホテルに着きました。広い部屋ですね。そして見てこれ、すごい綺麗なトイレなんだけどさ、トイレに扉がないの。トイレに扉なくてうんち臭かった。大変でした。なんやこれ。あ、そう、初日はね、なんかなんだっけな、地下街みたいなところを練り歩きました。ごめん、今回も旅を行ってなかったね。初日はなんか、ブラブラ、いやごめん、全部ブラブラですね。大体ノープランで行ったんですけど、初日はなんかこの韓国の地下街っていうところが有名らしくて、この地下街はいろんなものがありましたね。服からお土産からファッション系が多かった。あ、そしてここもう女性が大好きなんじゃないかっていう有名なオリーブヤングっていう、あの韓国のなんか薬局じゃないか、この化粧品系がね、何でもかんでも売ってるところ。女の子はテンション上がると思いますが、僕残念ながら男の子なので何一つテンションが上がりませんでしたね。あ、そしてすごいの、そうチャミスルチュセヨ、チャミスルチュセヨ、え、あの韓国がね、この韓国到着したこの日、大雨洪水警報が出ました。最悪でしたね。はい、と1日目の夜ご飯ですね。これはなんだっけな、タコとイカとラーメンとニラとホルモンのなんかヤンニョムチキンみたいなやつ、美味しかった。これすっごい美味しかったよ、マジで。ここ行ってほしいみんな。あ、そしてあの韓国に東海オンエアを広めてきましたあ、2日目、はい、2日目はね、どこ行ったっけな、モーニング。あ、これなんかコンビニにあったヨーグルトチョコみたいなものをね、朝ごはんにしました。これなんか美味しかったよ、甘くて美味しかったです。あ、これ買ったの可愛くない、スタンフォードユニバーシティって書いてんの、ちょっとキモいよね、スタンフォード大学って書かれてる T シャツ買ってくの。はい、え、2日目はね、カフェに行った気がする。ちょっと覚えてないんだ、ごめんね、あんま覚えてないんだけど、カフェに行きましたね。んー、これ街並み、多分高層マンションなのか高層アパートなのか分かんないけど、なんかね、高いものばっかりだった。高い寺じゃない高い家ばっかりだった韓国。
日本よりもね、なんか住宅街がでかかった。あ、ここここ、到着到着。これなんだっけな、なんとかコーヒーっていうカフェなんだけど、俺が好きな東海オンエアのりょうくんが行ったところ。すごくない？これカフェだよ、この広さ。すごくない？まるでカフェとは思えなくない？もうほんと俺ね、この韓国旅行でここが一番楽しみだったから、もうほんとごめんね、この動画の大半このカフェです、すいません。本当にね、俺コーヒーが大好きで毎日飲んでるんだけど、ここねすごいの、もうコーヒー好きにはたまらないの。これ生で焙煎してる、ここでねコーヒーを作ってんので、ほら店内もおしゃれでしょ、もうほんと僕のお家みたくおしゃれ。すいません、嘘つきました。これなんだっけな、あ、おしゃれですね、もう何から何まで。なんかね、倉庫をなんかリフォームしたみたいな感じのカフェですね。すごい、ここでコーヒー豆をさ、深入りとか浅入りとかして、ちょっとよくわかんないけど、ここでコーヒーを作ってその場で引いてくれるね、美味しい美味しいお兄さんですね。こんにちはお兄さん。こうやって目の前で作ってくれるのもなかなかいいよね。ちょっとこの映像多いですね、そろそろ。本当にあの当時のザリガニ君はテンションが上がりまくってるんでしょうね。すごい、この白いプレートが保温プレートでさ、コーヒーが絶対冷めないようになってる。多分これが俺のじゃないかな、この氷。一応今これこの韓国版 PP で待ってるんだけど、これかな、ちょっと分かんないんだよな。なんかコーヒー作るのにもね10分ぐらい待っててねって言われて、だからすごいね、その場で作ってくれるいいコーヒー楽しみだ。アニョハセヨー、アニョハセヨー。ハムサハムニダー、ハムサハムニダー。あ、見てこれ、これ聞こえた、これ速度オーバーするとナビが叫ぶの。1キロでもオーバーするとトゥーントゥーンっていうの。なんか最近韓国交通面安全らしいですね。あ、それでは、韓国の街並みをどうぞ皆さんご覧ください。もうね、ほんと全部ねハングルなの。もう何から何までハングルだからさ、しかも英語とかもあんまりなくて、もう分かんないの。どこに何があるか全然分かんないの。このお店何のお店って言われても全然分かんないの。全部韓国語だから、せめてなんかさ、ちょっと英語でも下に添えてくれたらさ、日本人でも分かりやすいんだけど、プサンはあんまり、プサンよりもソウルとかの方が観光に向いてるから、そっちの方なら多分ねもっと日本語とか英語あると思うんだけど、こっちのプサンの方はね分かんなかったですね。うーんと、何が何だかで、なんか語尾が必ず2だなの。なんとかなんとかなんとか2だ。そんな面白くねえか。ナビが全部ね、なんとかなんとかなんとか2だなの。2だ、もうどういう意味か分かんないんだけど2だ。あ、信号が4つありました。赤、青、矢印、ん、赤、黄色、矢印、青の4つでした。なんで、なんか何でも面白いよね、海外ってね。海外って何でも面白い、日本と違いすぎて。なんか嘘だろ、はい、でスパイダーマンも、あ、これは可愛いんだけどね。嘘だろ、ここなんだっけな。すいません、ちょっと今コロナウイルス副作用で咳が。これ星の王子様のなんか、ちょよく分かんなかったんだけど、俺あんまりちょっと今回さ、韓国旅行のそのスケジュール全部知らないのよね。全部ついてただけなんですよ。その小学校の友達の他の2人がすごいなんか全部調べてくれて、僕ついてくだけだったので、ほんとね、どこに行ってんのか全然わかんないんだけど、なんかカラフルな街でしたね、ここは。見て、小峠がおる、キモい小峠がおりましたね。ウォータードロップってのは餅違うな。フローズンビール。あ、絵を描いてもらいました。完成がこちら。にゃお。あ、そうそう、これ星の王子様、これ何なんだろう、舞台なのかな。あんま星の王子様自体知らないから何とも言えないんだけど、カラフルなところ、ほらすごくない、これ、これのこの目の前の韓国の人、美人だったな、綺麗だったな、この韓国の人。
あ、見てこれ排水口が鉛筆なの、可愛いですね。とっても日本にもこういう欲しいですね。すごいよねこの風景、すごいよね。わあドラえもん可愛い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 。のび太くん、のび太くん。そしてこれ2日目の夕方かな、ちょっともうほんとごめんね、もう全然記憶ないんだけどさ、国際市場、あここがいいよ。いえここがいいよ、おいしい、おいしい。何笑とんねん。あこれ、そうそう、これスタバ、あ違う違う、スターブレックス、アニョハセヨスターブレックス、これ韓国のスタバですね。マンゴードラゴンフルーツウィズレモネートーサイズ。ちょっとこの片言の英語ムカつくなこいつ、このなんかマンゴードラゴンフルーツなんちゃらなんちゃらみたいなさっぱりしたドリンクを飲みました。ハムサムニダの韓国語で言いたいのか英語で言いたいのかわからないですね。これなんだっけな、ここ日本で言うロフト、ロフトではないのかな、東急ハンズ、ちょっとわかんないけど、なんかいろんなものがありますねここ、おもちゃからお土産から食べ物からいろいろありました。あ、そう、クレヨンしんちゃんがたくさんいますね。でもここら辺あんま買ってないんだよね。ごめんね、なんかいろいろ映してるけど何も買ってない。そしてこれクレヨンしんちゃんがほんと至る所にあるの、韓国のお土産屋さん全部にクレヨンしんちゃんあるの。流行ってんのかなクレヨンしんちゃん。ゴンチャだー、スタバだー、すごい日本のものがね、日本のものか分かんないけど、日本じゃねえかスタバは、ちげえな、なんでもないです。あ、そしてここなんだっけな、ここなんだっけな、うーん、ちょっとわかんない、歌舞伎町みたいな感じですね、いろんなご飯。あ、そしてここ国際市場、ここがねなんかプサンの観光スポットなんだけど、この路面店っていうの、屋台っていうの、屋台が100店舗ぐらいあるのよ。でこれ目の前でご飯をね作ってくれるところなんだけど、ここがすごいね、衛生的に汚さそうだけどね。あ、そういうこと言っちゃよくないですね、観光スポットで。これなんかあのすごい、僕たち日本人ですって言ったら絡んできました、このおじさんすごい優しかった、好き、控えめに言って好き。このね、このお母さんもねすごい素敵な人でしたね、本当に写真撮っちゃったの、めちゃくちゃイエーイっつって、日本人イエーイっつって写真撮りました、とても楽しかったですね。これはね、あのなんか対面に座ってるお兄さんと、ね、仲良くなりました。あ、おい、乾杯。これさ、こっち来いよって言われたからこっち行ったのよ、そしたら怒られたのひどくない、こっち来いよってこのお兄さん、現地のお兄さんが言うからこっちに行ったのにさ、おい店の移動は禁止だぜって怒られたの。あいつね、ほんまに、あいつはほんまいいやつやった。そして焼きマンション、マンションですね、こんなん火災やで。ということで、1日目2日目がこんな感じでした。ちょっと動画が長くなってしまいましたので、3日目4日目はまた気が向いたら編集しようと思います。とてもとても楽しい3日目4日目になっておりますので、お楽しみにしててください。ということで、韓国旅行に行ってコロナウイルスをもらって帰ってきたザリガノでした。それではまた3日目4日目の動画でお会いいたしましょう。バイナナー。